在宅歯科カレッジ4回目を始めていきます。在宅歯科カレッジでは訪問歯科診療に関する情報をお届けいたします。まずは訪問歯科を導入するための情報を優先してお届けいたします。この動画は歯科医師の先生に向けての動画となります。訪問歯科の点数算定についてご説明いたします。基本的には医療保険プラス介護保険で算定いたします。医療保険についてです。点数に関しては消費税の増税後の点数となります。訪問診療の1になりますと1人のみの診療、訪問診療の2は同じ建物で9人以下を診療した場合、訪問診療の3は同じ建物で10人以上診療した場合というふうに点数が分かれます。介護保険についてです。こちらは許諾療養管理指導という算定項目になります。歯科医師の場合算定は月に2回までとなります。こちらも医療保険同様、同じ建物に1人のみか9人以下か10人以上かで点数が分かれていきます。介護保険の患者様負担についてです。1単位イコール1円計算です。医療保険とは異なり、介護保険は1円単位で徴収します。例えば1割負担の場合、509単位でしたら患者様負担は509円になります。ここからは症例を通じて点数を検討していきます。歯科医師が1人で訪問歯科診療をした場合で考えていきます。この場合は虫歯の治療に伺ったというふうな形で点数を書かせていただきました。ご自宅に患者様はお一人で住まれている。医療保険は1割負担のもの、介護保険は1割負担のものをお持ちだと仮定します。その場合、訪問歯科診療1を算定し1100点を算定します。そこから虫歯の治療を算定します。こちらは外来のものと入力は同じになります。そして介護保険の許諾療養管理指導の1、509単位を算定します。医療保険の合計は1341点、介護保険は509単位となります。この場合、医療保険は四捨五入をするので、1340+509イコール1849円が患者様に負担する金額となります。ご清聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。